前3時のラップ講座。皆さんこんばんは。午前3時のラップ講座の時間です。私講師のモツです。今夜のラップ講座はですね、なんとギターにエイジオブパンクの朝吉とですね、同じくパーカッションでエイジオブパンクの岡崎氏をお招きして、なんとアコースティックバージョンでお届けしたいと思っております。今回の教材はですね、2004年5月の作品ドッグファイトですね。イニシャル D フォースステージの主題歌にもなった、ムーブの記念すべき20枚目のシングルです。非常にアップテンポで縦取りのロックチューンに仕上がってます。今回はですね、ラップの一番のパートをですね、皆さんと勉強していきたいと思います。歌詞はこんな感じになってます。はい、この詩はですね、この間筑波サーキットに初めて行ってきたんですけど、その時受けた衝撃というかですね、あの凄まじいインパクト、これをね、なんとか形にできないかと、思って書いた詩です。鋭いね、灼熱の鉄の塊がもう弾丸の速さでコーナーにねじれながら飛び込んでいく、急発進急制度、これはまさにアスファルトの格闘技だというですね、イメージを、いや本当にあのイメージを描きながらラップしてい、いくとですね、あの成功すると思います。今回のポイントはですね、グルーブですね。ロックのビートに合わせて、縦乗りに、首を振りながら飛び出すウェイキショクウケベリベリサックノイズという感じですね。オンビートですね、ビートをグイグイ上から押し込んで押し込んでいくという感じでラップしていきます。2番目にですね、音程ピッチですね。今回ですね、ドッグファイトのラップには、ほぼ全体にわたって音程がついてます。キーになる音はですね、 D フラット、レのフラットですね。ちょっと D フラットもらえますか。はい。飛び出すウィキショックウケベリベリサックノイズ、飛び出すウィキショックウケベリベリサックノイズ、そうそう、ここです。ここを意識しながら、あのちょっとあの高めなんですけど、ここを意識しながら出していくと、あのオケにぴったりはまるあのラップになると思います。そしてですね、途中の掛け合い部分、あのね、儚い閃光雷下流星とですね、垣間見た貴重な風景、ここはですね、ラップのハーモニーがついてます。普通のね、あのコーラスの一般的なハーモニーと一緒なんですよね。あの G フラットのところで、ハーモニーをつけます。 G フラットは何ですか。儚い閃光雷下流星、かなり高いんですけども、儚い閃光 1, 2, 3, 4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  1, 2, 3,
うコツがつかめると非常に簡単にできるテクニックで、カラオケなんかでも他の曲とかにもどんどん乗せていけることができるんで、もうモテモテ間違いなしというテクニックね、これをぜひ皆さんゲットしてほしいと思います。その他最後のですね、ドッグファイト、これは前回ブラスマイデザイアと同様のデス声コーナーですね。お腹から頭のてっぺんに向けてガーッと音出す、これをポイントするドッグファイトという感じですね。ドッグファイ、それではですね、一番まとめてちょっとやってみましょうか。はい、はい、お願いします。芝居で乗りこなせ暴れん坊のバディ絶対いけない気迫でドッグファイトブトイレットゾーンの悲鳴に染み出たい行かない線香 like a new say 一瞬の輝きでも構わない開幕的上の風景かかたりたいそう今は炎のままドッグファイトいかがだったでしょうか。頭を縦に振ってですね、力強くラップを刻んでいく、若干ですねアコースティックには似合ってない感じもあるんですけども、気にせずどんどん進んでいます。今日はですね、せっかくのアコースティックセッションなので、グルーブリズムですね、ちょっと遊んでみたいと思います。前々回に練習したもしもシリーズ練習法、これの応用でですね、もしもシリーズ練習法グルーブ編、もしもドッグファイトが南の島のほのぼのドッグファイトだったら
というテーマで行ってみたいと思います。それでは早速やってみましょう。ビンドゥワンドゥスリーフォーイヨーカモン飛び出すウィキショークッキービリビリサックノイズ芝居手乗りこなせ暴れん坊のバディ絶対引かない気迫だダークファイル太いレッドゾーンの悲鳴に知りたい引かない戦闘 like a 流星一瞬の輝きでも構わない垣間見た貴重な風景いつか語りたいそう今は本能のままドファイいかがだったでしょうか。まずですねテンポが2分の1になっているのが分かりますね。言葉の速さはですね一緒でテンポだけが2分の1になっている。それからですねオリジナルの方が1,2,3,4 タカ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 というですねストレートの、リズムなのに対してこちらはですね 1,2,8 タカタ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 というですねタカタシャッフルのリズムになっているんですね。レゲエなどに多いグルーヴですねこれは。はい、言葉数的にですねラップの詞が合わないところとかもあるんですがそれはあまり気にせずにね歌うのがポイントだし、こういうのも自分が例えばラップを覚えていた場合にこういうリズムでノリで何て言うんですか即興で歌うこともできるのでこれも非常に効果的なテクニックです。ドッグファイトのようにですね非常に速いロックの曲はですね半分のテンポにするとちょっとおもろいというね法則これは今日勉強しました。はい、さあそれでは最後にですね今日はスペシャルでですね、縦乗りから横乗りにラップをしながらグルーヴを移行させていくという技を披露したいと思います。皆さんもですね体を縦からこういう縦からだんだんこう横に変化させながら、聞いてみてください。それでは行ってみましょう。一瞬の輝きでも構わない垣間見た貴重な風景いつか語りたいそう今は本能のままドッグファイトというわけで、芸事は何事にも反復練習、毎日ちょっとずつ、練習しながらですね皆さんそれぞれの理想のラッパー像を気づいていきましょう。午前3時のラップ講座お相手は私モツザライオットジェネレーター2号とですね、こちらが岡崎ザモンスターアンプリファあとそしてですねのんべえでのんべえしましたごきげんようさようなら姉貴